スードリーの初代シーモア男爵、トマス・シーモアは、チューダー長期のイングランドの貴族。五国教の初代サマセット公エドワード・シーモアの弟に当たるが、兄にとって変わろうと陰謀をめぐらしたため、兄によって大逆罪で処刑された。ウィルトシャーのジェントリーのサージョン・シーモアとその妻、マーガレット・ウェントワースの間の、第四、男として生まれた。父ジョンは、 ヘンリーパッセーの寝室係自重だったものの、一階の騎士に過ぎなかった。初代サマセット公となるエドワード・シーマーは兄にあたる。姉のジェーンは、ヘンリーパッセーの最初の王妃キャサリン・オブ・アラゴンの助官であった。ジェーンは、キャサリンが離婚して王宮を出ると、二度目の王妃アンブーリンに仕えた。このジェーンが王の目に留まって三度目の王妃となり、王の初の着室の男子を生んだことで、 シーモアケはエタツのきっかけをつかんだ。ジェーンは三熟熱で死んだが、エドワード王子は唯一の王子として育った。トマスはヘンリーパッセイの六番目の妻となる。キャサリン・パートはヘンリーパッセイとの結婚前に知り合っていた。トマスを宮廷から遠ざけるため、ブルッセルでの地位が与えられた。ヘンリーパッセイが崩御し、宮廷に帰っていたトマスは兄エドワードと共に、 老いのエドワード六世王を支える古文団の一員となった。兄エドワードはサマセット公爵に除され、トマスはスードリーのシーモア男爵に除された。しかし、サマセット公がご国境となって権力を振るい始めると、これを羨むトマスとの間に対立が生じた。トマスは、な未亡人となったキャサリンとヘンリーパス生が放御したその年に結婚した。 1546年頃のエリザベス・エリザベス王女が、ママ母であるキャサリンと同居する屋敷に、トマスは移り住んだ。トマスは、思春期を迎えていたエリザベスと極めて親しくなり、夜に、彼女の死室に入り込むこともあった。キャサリンは妊娠し、二人の関係に疑いを抱いて、エリザベスを追い出した。1548年に、キャサリンは女児を産んだ直後に亡くなり、 遺産を相続したトマスは、イングランド王国で最も不裕な男となり、エリザベスを再び求めたがエリザベースはトマスを避けた。トマスは、兄の権力を羨み、まだ幼い甥いのエドワード6世に近づいて、五国教は不要であると説得を試みた。エドワード6世が、五国教が、お小遣いをくれないので召使いにチップを出すことすら、できないと口をこぼすときには、 エドワード6世に現金を握らせ、時には40本ともの大金を送って、話のわかるおじという印象作りに努めた。兄、サマセット公は、こうした弟の動きを危険視し、弟が国王に近づけないよう警護を固めた。兄がスコットランドに攻め入っている間に、海軍教であったトマスは、海賊と結んで反乱の準備を行った。また、 ブリストル造兵局の役人サー・ウィリアム・シャーリントンと共謀し、1万ポンドの裏金工作を行って、軍資金を溜め込んだ。1549年1月初め、トマスとシャーリントンの共謀が明るみとなり、1月17日に大逆罪容疑で逮捕されて、ロンドン島に投獄された。2月27日に大逆罪で起訴され、3月4日に有罪判決を受けた。 3月20日に斬首された。この一件は、兄、サマセット公の立場も悪くし、性的はオリック・ハクジョン・ダドリーに付け入れられるようになり、結局サマセット公も失脚して処刑されることとなる。兄から、権力奪取を狙ったり、エリザベスの夫に収まろうと格索するなど、期待の野心家と評されることが多い。1630年に、オックスフォード大学出身の歴史家、ジョン・ヘイワードは、 トマス・シーモアについて次のように論評した。スードレー教トマス・シーモアの勇気には恐るべきものがあり、身だしなみは宮廷人にふさわしく威風堂々とし、話し方には威厳があるが、頭は空っぽだった。兄弟ともにエドワード六世に心からの忠誠心を抱いている。兄を剣に例えれば、弟はいわばその標的。兄は国民の間に、 絶大なる人気があり、弟のスードレイ教は貴族たちにとても尊敬された。二人とも国王に非常に信頼され、共に運に恵まれ、身分を上げたが、虚栄と愚かしさのために破滅した。二人が力を合わせれば、二つの軍隊のようになり、互いにかばい合って、戦い、王を守れたであろうが、様々なことが兄弟を離反させ、破滅させた。 まず性格が正反対であること、兄には柔軟性があり、穏やかだが、弟は融通が利かず、目上の人に対して王兵で、兄弟の仲は良いように見えるが、本質的に兄弟の絆で結ばれていなかった。1547年にヘンリー・パッセイの元王妃であるキャサリン・パーと結婚。1548年に彼女との間に娘のメアリーを設けたが、 この娘は溶接した。またこの出産で、キャサリンが死去した。一説にエリザベスとの結婚に邪魔なキャサリンを暗殺したとする説がある。AB この記事は、パブリックドメインの辞典本文を含む、ポラード、アルベルト・フレデリック、セイモア、トーマス、インリー、シドニー、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、51、ロンドン、スミス、エルダー&、 CEO, ピアニッシモ三百三十三百三十三、森守1千九百八十七、P 六十、森守1千九百八十七、P 六十から六十一、スーザン・ E ・ジェームズ、キャサリン・パー、ヘンリエート・エイト、スラストラブ、ヒストリー・プレス、二千九 US エディション、ページ六十一七十三、クリス・スキッドモア、エドワード・シックス、ザ・ロスト・キング・オブ・イングランド、二千七、 ページ71から87ハットアリソンウェアザ・ライフ・オブ・エリザベス・アイ1998ページ14から15ハットキャラリー・エリクソン・ザ・ファースト・エリザベス1983ページ83エビ・イシー・ミキコ 2009P118 イシー・ミキコ 2009P120131 から132森守モル 1987P61 A.B. 松村 Q&、富田虎雄2000、P.679, 石井美紀子 2009,P.99,A.B. 森守 1987,P.82, ランディー、ダリル、エドワード・セイモア、ファースト・デューク・オブ・サマー・セット。t h e p e r a g e ドット・コム。2016年1月4日閲覧。ありがとうございます。